さあ言え、リバースの剣のありかを。知りません。なんだ、本当に知らないのです。我が王家に代々伝わっていたのは確かですが。こいつ、ラルの暦、1000年の昔に闇商人が王家の財宝を暴いて以来、リバースの剣はいずこへか消えてしまったのです。そんな作り話に騙されるか。俺は気が短いんだ。どうしても言わんのなら。え、まだ言わぬか。ラモール、気になってきてみればこのザマ、少し手荒すぎるぞ、ドロス。王女ユリア殿、我々はそれを幾万年、私の部屋に連れてこい。はは。分からん。ゴモロスの神殿の予言では、今日こそラルの空に4つの月が並ぶとき、リバースの剣を持つ伝説の勇士が現れてくるはず。このラルの国は悪しき魔法使いラモールーの手に落ちてしまう。急がなければ。あの娘が予言に記されていた伝説の剣士なのでは。あの星の上に4つの月が並ぶとき、伝説の剣士がゴモロスの神殿に降り立ち悪を打つという。それが真実だったとはな。その娘を捕らえるのだ。すぐディメルンの森へ使いをやれ。よいな。でないぞ。生け捕りにするのだ。どこなの、ここは。なんでこんな服着てんのかな。あの、どなたかいらっしゃいませんか。ラモール様はどこにおられる。あ、先ほどからティカロの方へ。
生きるのも悪くない。それまで私はこの王女の侍女どもと戯れてよ。下がっておれ。あ、わかりました。パパ、ちょっとイメージかけ離れすぎてるな。しょうがないじゃんか。急に乗り込もうって時にラモールーに捕まっちゃってあんな龍にされちゃったんだから。キャロンとか言ったっけ、ちょうど4つの月が並んだ時に君が台座に降りて天使になっちゃったんだから、本当なら王女を助けに行くのは僕だったんだよ。そうだ、今王女様がとっても危険なのね。どうすればいいのかしら。そりゃ君、とにかくこういう時のために水晶鏡があるんじゃんか。覗いてみんなが手っ取り早いよ。あのくたらエロイムエッサイムサンボダイ、あのくたらエロイムエッサイムサンボダイ、あとなんだっけ。あーっ、見てみなよ、ラモールーってやつのやってること。あいつらこの辺りの宇宙でいっちゃ許せないわ、こんなの。あいつら女の子のその大事なとこから出る液を吸って魔力のエネルギー源にしてるっていう羨ましい、そのことスケベな連中なんだよ。それで僕は王女様のことが心配で心配で、そのなんだよその顔は。ラモールーの宮殿へ向かうのです。ここは私に任せて。 あなたは。私はラルオー家の第一英子ライケ。早く行きなさい、そのリバースの剣を取って。これがリバースの剣。どうして私がこれを。あなたこそこのラルを救えるゴモロスの伝説の剣士。ちぇ、本当は僕が行く予定なのにさ。早く行きなさい、早く。ラモールを倒せるのはあなただけだ。早くそのマシンへ。ライケさん、行きなさい、私のことは構わず。頼みます、剣士殿。リバースの剣でしかラモを倒すことはできないのです。あの少女は。急がなければ。どうすればいいの。ベルルもいなくなっちゃったし、剣もなくしちゃった。どうすればいいの。王女様、いたら返事してください。
数の剣とやらもとんだ生クラだったな。では本物の王女は？王女様、早くその腕輪を月光にかざすのです。そうか、リバースってあの剣のことじゃなくて腕輪のことだったんだ。リバースの力は正しい王族の者にだけ受け継がれ、悪がはびこるとき平和を復活させるためにその力をよみがえらせる。ラルの四つの月はその危険を知らせ力を貸すのです。すべてゴモロスの水晶鏡が私に語ってくれました。私の生きがいもよみがえった。ラル王国第一衛士ライケ、キャロン王女様に忠誠をお仕えいたします。